今日午後、明日から集団接種が始まる米子市の会場を訪ねると、明日から始まる県独自の集団接種、こちら米子市の会場では設営準備が着々と進んでいます。県独自の集団接種、米子市では鳥取県西部総合事務所で明日から、鳥取市では鳥取県立中央病院で明後日から始まります。こちらの2カ所で医師による予診が行われた後、向かいで歯科医師による接種が行われます。今回の集団接種は予診に医師2人、接種に歯科医師2人の体制で、モデルナ社製のワクチンを使います。2つの会場ともに1日におよそ200人にワクチンを接種する予定で、土日を活用して来月末までにそれぞれおよそ800人の接種を完了させる予定です。歯科医師さんの方のご協力をいただきまして、研修等も進めていただきまして、準備を整えていただいておりますので、安心して当日を迎えられるかなというふうに思っています。今回の集団接種、予約はそれぞれ鳥取市と米子市が受け付けていますが、実はその予約状況が、今日現在で約220名の予約が入っております。米子では800人の枠に対し、予約はおよそ220人、今日時点でなんと 70% 以上空いているというがら空きの状態なんです。一体なぜなのでしょうか。米子市の方の集団接種会場、それから各医療機関につきましても、まだ予約枠がある状態になっておりますので、まず希望される方はおおむねもう予約を終えられた状態になっているのではないかなというふうに思っております。高齢者の予約に関してはもう落ち着いたとの見通しです。では余ってしまうワクチンはどうするのでしょうか。高齢者の予約につきましては、まだ予約することができますけども、空いた枠につきましては、米子市内の保育施設等に従事される保育士等に、接種を行う予定としております。明日米子の会場では200人の接種予定のうち、高齢者の予約は170人分、残る30人については年齢関係なく市内の保育士などに接種することにしています。たくさんのお子さんとやっぱり密に近くで関わる職業なので、やっぱり自分がいつか移してしまうのではないかっていう不安もあるので、受けられることで、少しでもリスクが減るのではないかと思うので、たくさんのお子さんの命をお預かりさせていただいているので、感染予防には努めているんですけれども、自分がいつどこで感染するかわからないという不安があったので、少しはほっとしております。鳥取市の会場でも上限800人のうち、昨日時点での予約はおよそ560人と240人分ほど空きがある状態。余ったワクチンは米子市と同様、保育士などに接種するということです。